集英社未来文庫。戦国姫。海姫の物語。宝刀を手に武勇を馳せた東国一の美女。海は武蔵の国の忍城城主成田氏長と由良御前との間に生まれました。由良御前の母は由良成重の正室、妙院にて由良氏の居城が北条氏に攻められた時、71歳の高齢でありながら大砲を撃ち、北条軍を撃退したと言われているパワフルな女性です。海はそんな勇ましい祖母の血を引いた姫でした。今日こそ城を落とせ！入れるな！敵を入れてはならん！太鼓が打ち鳴らされ、他の近い守り口から兵だけでなく武装した農民や商人たちも集まってきました。成田方もよく守り、敵味方が入り乱れ、打ちつ打たれつの戦を繰り広げたのです。けれど防ぎきれず、大手門が危うくなってきました。このままでは本当に攻め落とされてしまう。敗将の姫がたどる運命など分かりきっています。戦利品として扱われ、敵将の慰み者にされるでしょう。姉上、いざとなったら覚悟はできています。潔く自害してみせますとも。マキやアツが真剣な顔で海を見つめてきます。けれど死ぬのが怖いのは分かっていました。二人とも体が震えているのです。心配いらぬ、私がついているからな。海はそう言って妹たちの肩を叩くと、キビスを返し、その頃本丸には伝令の兵が駆け込んでいました。ご中心、大手門が、大手門が落ちそうです。様口より正木利秀様が手勢50ほどを連れて、密かに感動を抜け、敵の左手から不意をつくと言っておられましたが、よし。城代の成田長近は立ち上がり、岩月御前を見ました。奥方様、私が加勢に行きます。しかし長近殿に万が一のことあらばと、そこへ甲冑姿の若者が颯爽と入ってきました。長近殿、城代たる者、大きく構えていてくれなくては困りますぞ。海姫様。長近は目を丸くして甲冑に身を包んだ海を見ました。烏帽子なりの兜の尾を締めて、小桜おどしの鎧に緋色の陣羽織を羽織っています。家臣たちも凛々しい海の姿を見て、思わず感嘆のため息をつきました。おお、これは巴御前も格也という若武者ぶりよ。海はまっすぐに岩月御前のもとへ向かい、片膝をつきました。母上、波切丸を。しかし姫様、波切丸は我が成田家の宝にて。黙れ。動揺する家臣たちを一喝すると、岩月御前が刀を差し出しました。海、これを。母上、かたじけのうございます。刀を受け取った海に岩月御前は微笑みました。宝なればこそ、この刀がそなたとこの城を守ってくれると私は信じていますよ。はい、ではこれにて。海は刀を腰に刺し、大手門へと向かいました。外へ向かうと、ちょうど敵の左方向から鉄砲の音や時の声が上がっていました。思わぬ方向からの時の声なので、敵兵たちは裏切り者が出たかと動揺し、動きが鈍くなっています。よし、今が狙い目ぞ。海は門の櫓に上がると、まず弓を取り、敵兵に向かって次々と矢を放ちました。うわ、矢は敵兵を正確に抜き、敵軍にさらに動揺が走ります。そこへ海に続き成田の兵たちが矢を追いかけ、さらに領民たちが一粒手を浴びせたのですから、たまりません。逃げ場を求めて敵が右往左往をするのを見て、行くぞ。好機を逃さず、海は馬に乗って門の外へと飛び出し、波切丸を抜いて敵兵たちの中へ踊り込みました。我が名は海、私がいる限りこの忍城は簡単には落ちぬぞ。戦国姫シリーズ、未来文庫で大好評発売中。チャンネル登録
よろしくね。